ポイント分岐側から侵入なのに横転です。ママツイゴチャンネル。皆様、こんにちは。七つ色チャンネルの水風七つと申します。先日完了しました動画制作者の固定式レイアウト更新で新たな区間が追加され、手持ちの車両の走行テストを行っております。新たに追加した区間は、明日色の区間で、ヤード内にダブルスリップが使われており、この箇所の脱線率、普通電率が更新前よりも高くなっていると思われます。この度、取り上げます。加藤さんの DEJ-JR 九州仕様括弧品番 7011-4 は動画制作者の固定式レイアウトとかなり相性が良くないようで、随所で脱線、ショート停車が発生し、安定した周回走行ができません。この度、追加した区間の走行テストを行うと、ポイントの分岐側から侵入しているのに、脱線、横転する現象が発生いたしました。通電不足による停車、脱線やショートによる停車は予想しておりましたが、横転までするとは、やはり、この個体は、別格の問題を抱えているみたいです。以前は、横転までは発生しなかったので、何度か、分解メンテナンスを実施したことにより、かえって不調となってしまった可能性がございます。とりあえず、現状の状態を映像として残しておくことに、いたしました。それでは、加藤さんの、DEJ-JR 九州仕様の横転現象を、見てみることにいたしましょう。七つ色チャンネル。通電不足による停車です。これは想定内です。乗り上げによる脱線です。ここまで大きく脱線する個体は珍しいです。そして、脱線、横転です。この区間で横転までしたのは、この車両が初めてです。もう一度、同じような映像ですが、リプレイではございません。こちらの映像も、リプレイではございません。ここでの横転は、結構発生するみたいです。さらに、Y 字ポイントでも脱線、横転いたしました。これはストレスです。逆エンド側での走行です。横転は発生しないみたいですが、ダブルスリップで通電不足による停車です。なんとか、ダブルスリップを通過できましたが、動画制作者の判定は、不合格、だそうです。そのまま、進行方向を反転させてみましたが、やはり、通電不足による停車です。トミックスさんの DEJ 釧路湿原の6個号での走行です。特に問題なく通過できます。逆エンド側も問題ございません。トミックスさんの DEJ 貨物カラーでの走行です。こちらも特に問題なく通過できます。逆エンド側も全く問題ございません。このことから線路側に問題はないと言えるでしょう。七つ色チャンネル。この度の脱線、横転現象は車両を傷めることになりますので深刻な問題と言えます。しかし、トミックスさんのレールで発生する現象ですので、加藤さんに相談することはできないでしょう。一つ気になるのは DEJ-JR 九州仕様括弧品番 7011-4 が加藤さんのポイントレールを問題なく通過できるのかどうかという点です。もし通過できなければ加藤さんに相談できる案件となるのでしょうが、手持ちで加藤さんのポイントレールがないので試せませんし、その確認のためだけに加藤さんのポイントレールを全種類揃える気は動画制作者はないそうです。加藤さんのポイントレールが使われているレンタルレイアウト店に持ち込み、そこで走行テストを行うのが良さそうですが、それすら億劫に思います。所有しているだけでストレスに思える車両は走行させることを諦めて生体保存化で考える方が良いのかもしれません。ローフランジ車輪を標準フランジ化できれば解決できるかもしれませんが、対応する車輪があるかどうかです。
何度か雲海メンテナンスを行ったことによりかえって調子が悪くなってしまいましたので、皆様におかれましては新品入手の車両の調子が良くない場合、雲海メンテナンスを行わず販売店様やメーカー様へご相談されることをお勧めいたします。本動画がご視聴者様のご参考になれば幸いです。今後も面白い企画や変わった現象に出会いましたら動画を制作いたしたく思いますので、次の動画でもお会いできれば嬉しく思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネルご登録のご検討をよろしくお願い申し上げます。